ね、皆さんこんにちは。 CDH 会計事務所の YouTube チャンネルに今日もようこそいらっしゃいました。クロスボーダーファミリーチャンネル担当の、藤本です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、米国市民と永住権者、日本に仕事で移住する時の、まあ、税務上の注意点、特に変えられた年の税務申告、その年の税務申告、このポイントについての注意点をお話ししたいなと思います。今から一時的に日本に帰国して仕事をする人のために税務面からというタイトルでつけてみました。よろしくお願いします。アジェンダとしてはですね、帰国のタイミングと税務申告の身分、これを理解しましょうと、そういうことですね。そして移動費用、これ損金算入できるのか、税金で引くことができるのかできないのか、そして給料以外の所得の予定納税っていうのを忘れちゃいけないことをちょっと皆さんにリマインダーしたいということ、そして収税に対する考え方、この4つのポイントをうまくご説明できればいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。じゃあ行ってみましょう。アメリカから日本に移動という意味でアメリカのフラッグと日本のフラッグを、ここに出してありますね。こういう元気のいい、お兄さんがいらっしゃいますけれども、その方がアメリカから日本に移って、仕事しようと、そういうことです。でこの方はですね、ビザで、いらっしゃってる方じゃなくてですね、永住権あるいは米国市民の方が日本に行った時のそのポイントについてお話をしているわけです。いいですね。グリーンカード保持者あるいは米国市民権保持者が日本に行って仕事をするという、その時のポイントについてお話をします。つまりもちろん片方の国では一切仕事しないというのは別ですけれども、大体の人っていうのは例えば6月までアメリカで仕事をして、7月8月ぐらいから年末まで日本で仕事をするっていう、そんなね2つの国で所得が発生するわけですから、当然1年の途中で移動する場合というのは2つの国から所得を得るんだなと、それはまあ常識的にわかると思うんですよね。でグリーンカードの方はもちろん米国市民の方ですも同じなんですけれども、米国市民もグリーンカードも同じなんですが、日本もアメリカも居住者、レジデントだと、そういう取り扱いになるということも忘れないでください。両方の国のタックスのレジデントになってるんだと、そういうことですね。そして米国と日本でこれ2カ国のレジデントですから、2カ所で米国の税務申告もしなきゃいけないし、日本の税務申告もしなければいけないということで、いわゆる2つ税務申告を作らなければいけない。で今回もちろん私の専門であります米国の税務申告という観点からお話をしていきたいなと思っています。米国のルールの中でですね、こういうケースの方の場合どうしても忘れていただきたくないことがあります。それが日本での労務所得が 108.7K 10万8700ドルまでは米国では非課税になるという Falling Earned Income Exclusion という制度があります。労務所得ですから、いいですね、労務所得、働いた所得ということで、労務所得が10万8700ドルまでは米国では非課税になると、そういうルールがあるということだけはまず最初に重要なポイントとして覚えておいてください。でこれですね、みんなに適用されるというわけじゃありませんので、適用制限というのがありますから、それはちょっとこのビデオのスコープ以外ということで、専門家の人と確認してください。でですね、注意されなきゃいけない方っていうのは、年間労務所得というのがですね、この10万8700ドルを超えられる方っていうのは、当然もちろん日本では税金かかってるわけですよね。日本では税金かかってると、日本では税金かかっていて、それで、
アメリカでもこう税金がかかってくると、そういう状況で、その10万8700ドルを超える方というのはですね、両方の国から税金がかかるということになるということを忘れないでください。ちょっとすみません、もう一回元に戻ってですね、分かりやすく説明しますと、あなたはグリーンカード保持者です、あなたは米国市民です。当然年の途中で帰る場合はですね、例えば7月に日本に着いて、7月から日本で働き始めたといった時はですね、あなたは1月1日から年末の12月31日までは米国の居住者でいるわけです。つまり米国の税務署 IRS としては1月1日から12月31日までの全ての所得をリポートしてもらいたい。そうすると1月から6月までの米国での W2 プラス日本の源泉徴収票から上がってくる7月1日から12月31日までの所得全てを合算して、税務申告してくださいというのが米国市民権、それから永住権者 の税務になるわけです。で、今度は日本の政府から見ると、日本この人っていうのは7月1日から、まあ正確に言えば6月30日に、あるいは7月1日から日本の居住者になって、そこから所得を上げたんで、日本の政府としては7月1日から12月31日までの所得は日本の居住者なんで、課税しなきゃということで課税してくるという、この、で日本の方はっていうのは1月1日からじゃなくて7月1日から課税してるわけですよね。その違いっていうのをまず理解していただいて、でもアメリカの方の立場から言えばですね、ある一定金額のその労務所得、海外で、稼がれたその労務所得っていうのをですね、すいません、ちょっと疲れちゃいまして申し訳ない、海外で、獲得された所得の10万8700ドルまではその、米国の課税対象から省いていいですよっていうふうに言ってるわけです。で、これを説明、今からもうちょっと今度数字を入れてですね、数字を入れて説明するようにします。例えばですね、非常に簡単な例をしましょう。簡単な例。この人の場合はもう1月1日から日本にいると。ね、12月31日にアメリカを移動して、1月1日にもう日本に着いてた。日本の居住者になった。で、日本で1年間生活したと。その時の所得が、例えば500万円だったと。しますとですね、もちろんこの方というのは米国の市民権、米国の永住権者であるわけですから、その1月1日から12月31日までは米国からの W2 は一切ないんですが、日本で500万600万円の所得がある。でもこの労務所得の、フォーリン&インカムエクスクルージョンというのがあるので、その日本で獲得した500万円はアメリカの税務署申告の課税所得から省くことができるということですから、この方の場合っていうのはアメリカでの所得っていうのは他にないわけですから、もうゼロになるということですよね。で、それがね、このフォーリン&インカムエクスクルージョンというルールなんですが、このその10万8700ドルを超えるような所得、フォーリンインカムがあった場合にはですね、足が出ちゃってるわけですから、この足がかかってる部分にアメリカで課税されると。プラス今度は日本の方ではもう全額に対して課税されるんだと。そういうことを覚えておいてください。で、じゃあ私はこうですか、あなたはこう、私のケースはこうなんでこうですか、ああですかっていうのはですね、これはね、なかなか難しい。なかなか難しくてですね、計算が個別に必要ですので、それを覚えておいてください。それから州の所得税その帰られる年というのは、だいたい州の場合はですね、先ほどの例にまた戻ると、1月1日から6月30日まではイリノイ州のレジデントだったと。
いうことで、その部分の所得にはイリノイ州の課税権があるわけですよね。でも7月1日からそれ以降はもう日本に住んでたんで、イリノイ州は課税できないということになりますが、で当然この州税にはですね、このフォーリン・アンド・インカム・エクスクルージョンというような制度はありませんので、それから一般的にはですね、この州税には外国税額控除とかって、日本で払った税金これだけ払ったんで州税を減らしてください、そういうのはまず通用しませんので、これも覚えておいてください。つまり州税にはですね、連邦税にあるようなこういう国際間の税金を減らすような仕組みというのはまずないと思っていただくと正しいと思います。そしてこの投資所得というのは、アメリカで投資所得が発生している時にですね、このフォーリン&インカムエクスクルージョンもあるから大丈夫だろう、そうじゃないと。なぜかというと、それは所得の種類が違うからなんですよね。投資所得と労務所得っていうのは違うんだということを覚えておいてください。さて最初のスライドで大体基礎的なフレームワークというのはできたと思うんですよね。それで日本からアメリカにじゃなくて、すいません、このケースでアメリカから日本に移られるわけですから、当然ムービングする時の費用がかかると。飛行機代、ね、荷物の運送費等々でもかなりのお金がかかりますね。私が30年前にスーツケース1個でミシガンに降り立ってですね、デトロイトの空港に降り立ってミシガン州立大学のキャンパスにたどり着いた時のことを今でも思い出しますけれども、たった1個のスーツケース ですごい広いとこなんだなって、アメリカってびっくりした。今はですね、その荷物が山のように増えてるわけですから、それをもし日本の方に、もちろん断捨離をするにしてもですね、断捨離をして日本に減らして持っていくにしても、かなりのお金ってのはやっぱかかりますよね。1万ドル、2万ドル、3万ドルのお金は平気でかかると。この費用って大体損金算入というかディダクション取れるんですかという質問って当然出てくると思うんですよね。ところが通常のムービングエクスペンスというのは、残念ながら2018年以降の税制改革でございまして、ノンディダクタブルになってしまいました。ですから引けません。ですからそういう人のためにきっとですね、もしできるのであれば、雇用の条件として日本でのエンプロイヤーにですね、すいませんと、もうこのムービングエクスペンスというのはもう18年から損金算入ができないんです、私も税金減らすことできないんです、その分申し訳ないんですが給与の一部としてムービングエクスペンス払っていただけませんか、採用の一部として、採用コストの一部じゃないですかということで、雇用の条件としてですね、ムービングエクスペンス、ムービングアローマンスということでもらうということも考えていただきたいということですね。それからこれはだいたい今通常の従業員としてのイメージで今までずっとお話ししてきましたけれども、もし自分のビジネスがあればね、LLC が持ってるとか、あるいはこういうトレーディングのビジネスをしている、こういうビジネスをしているというのがあれば、そのビジネスを移したという、そういう意味でムービングしたということで、このビジネスの移動ということに対する経費はビジネスの経費としてスケジュール C というところで落とせるはずですので、まああまりね、こういうことを言うと藤本さん、その脱税の方法ばっかり教えてるじゃないですかっていうふうに言われちゃうんですけども、やっぱり法に基づいてですね、正しいビジネス、本当にビジネスを動かしてるんだということであれば、当然経費として落とすことができるはずですので、それはお使いの会計士にしっかりご相談してやってください。まあこれ別に税金のどうせ引けないんで、税金として落とせないのでですね、経費として落とせないので、ね、通常のムービングエクスペンスが落とせないので、ビジネスのエクスペンスで落とせるということですね。でもその通常のムービングエクスペンスが落とせないので、自分で負担しなきゃいけないときはできるだけ、まあ、最初のようにしましょうねという、普通のアドバイスをしております。さてその他の注意点とアドバイスになります。言いましたよね、州税にはフォーリン&インカムエクスクルージョンはないので、もう源泉、つまり1月から6月までの源泉、できるだけ厚く取ると、厚く取って
収入はたくさん多めに払っておくと、そういうふうにしてくださいね。収入をたくさん多めに払っておいて、収入に、対してですね、足が出ないようにしてください。はい。それから投資所得ですよね。皆さんアメリカでなんか投資して、特に2020年とか、まあ今年もそうなんでしょうけども、2021年もすごい投資ストックマーケットがなんかこう嘘のように上がってますんで、これは本当に実態がある上昇なのかそうでないのかってまた別の話なんですけれども、この投資所得に関してはですね、まあいろんなやり方があると思うんですけれども、まあそれはファイナンシャルアドバイザーの人に相談されてね、あんまり税金がかからないような投資ないかとかですね、そういうことは聞けると思いますが、必ず四半期でですね、たくさん出てきそうな人っていうのは予定納税してください。あらかじめ税金を払っておくと。そういうことするとですね、来翌年になってからびっくりすることはありませんので、投資所得がインベストメントインカムがたくさん出てそうな人、特にまあ今年なんか1月15日ですね、2022年の1月15日にしっかり予定納税をしておいてください。そうするとアンプレザントサプライズというのがなくなります。それでもし移動するのであれば、年の途中に移動するのではなくてですね、ちょっときれいに切っていただくととてもいいと思うんですよね。例えば12月の25日に引っ越して来翌年の1月、日本は何日からですか、1月5日からとか1月7日からスタートで、アメリカのもう W2 は全然関係なくなると、もうあとは日本のものだけというような、まあ、そういううまいこうカットオフができればね、そういうふうにした方が絶対税務申告もシンプルになりますし、税金をこう予想するでうまくマネージするという意味でもベネフィットもあると思いますので、こちらの方をよく検討してください。日本の居住者として日本の税務優遇措置などを最大限に利用する、これは日本の居住者になるわけですから、その間イデコであったりニサであったり、そういういろんな、まあ僕もあんまりよく知らないんですが、日本アメリカのトラディショナル IRA のようなものがあるんであればね、せっかくこう非課税で使えるものであれば、それはまあ、使っていただくということがいいんじゃないかなと思います。ただ短期的にポンドもすぐ帰って1年で帰ってきてしまうとかね、そういう人でがまあメイクセンスするかしないかっていうのはまたこれまた別の議論になると思います。はい。ちょっとすみません、ここだけもうちょっと言わせていただくと、あるものすべて利用しろって僕は言ってるわけじゃなくて、そういうものがあるんであればご自身のシチュエーションに鑑みて、冷静に判断していただいてですね、将来のライフスタイルっていうのも考えつつ、利用を考慮するというふうな意味で言っておりますのでお願いします。で、逆に今度は米国に置いてある 401k や IRA なんかも、もうすぐに解約するとかっていうことじゃなくて、解約するとね 10% のペナルティがかかってきたりしますんで、それはまあ保管できるものは保管して、これまた冷静に計画を立てられて、ご自身のライフスタイルを考えてですね、処分を決めるというふうにしてください。これが今回のプレゼンテーションのレファレンスになります。コメント欄に貼っておきますのでよろしくお願いします。でこちらが私どものディスクレーマー、そして最後にですね、CDH のクロスボーダーファミリープラクティスというところで、今後ともよろしくお願いします。クロスボーダー @cdhcpa.com にご質問等がありましたら何でもご連絡してください。お答えするようにいたしますし、無料のオンラインでのコンサルテーションですね、35分のものをいろんなカテゴリーで、選んでいただいてですね、3人の人間がお相手するようにな対戦にしておりますので、今後ともぜひよろしくお願いします。以上です。今日は皆さんどうも本当にありがとうございました。また次回をお願いします。よろしくお願いします。失礼しました。